クラスノヤルスク地方は、ロシア連邦の連邦構成主体の一つ。中心都市はクラスノヤルスク。シベリア連邦管区に属し、北極海のセベルナやゼムリャ諸島もこの地方の管轄下にある。2007年1月1日に、エベンキ自治管区、タイミル自治管区を併合した。ロシア連邦内で、サハ共和国に次いで2番目に大きい。この地域は、 クラスノヤルスク時間帯の標準時を使用している。時差は、あとくプラス7時間で、過時間はない。クラスノヤルスク地方南北の距離は、約3000キロメートル。シベリア中央部に位置し、東に、サハ共和国、イルクツク州、南に、トゥバ共和国、ハカス共和国、西に、ケメロボ州、トムスク州、チメニ州と隣り合い、北は、 北極海に面する。住民の大半は、ロシア人とウクライナ人。シベリアの先住民族が、人口に占める割合は1%ほどに過ぎない。17世紀頃より始まった、ロシア人の入植は、シベリア鉄道の開通以後盛んになった。1934年に設置された時には、エベンキ自治管区タイミル自治管区とともに、博す自治州を含んでいた。 1991年、博ス自治共和国は分離され、博ス共和国となった。スターリンの時代には、多くのロシア人、ウクライナ人、ベラルーシ人などがこの地方に流刑された。1954年形成された、閉鎖都市のジェレズノゴルスク市都市や工業、農業生産のほとんどは南部に集中している。天然資源が豊富。 ロシア連邦内のニッケルの80%、コバルトの75%、銅の70%、石炭の16%、金の10%を算する。また、ロシア連邦内の木材の20%を算出する。主な産業は、金属加工、林業、製紙業、化学工業、石油生成など。大規模な水力発電が行われている。 行政の中心クラスのヤルスクの他に、アチンスク、エニセースク、カンスク、ジェレズノゴルスク、ミヌシンスク、タイミル自治管区内のノリリスクなど、ありがとうございます。